皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは、人は弱いし強いというコインの法則をお伝えしてみたいと思います。マインドが強い人弱い人とか、いろいろいると思うんですけれども、やはりコインにはちゃんと表と裏があるように、表裏一体っていうのが正しい表現なんだろうなというふうに感じています。で、強いと見えている人の方が案外、例えばメンタル的にね、人には見せてないだけでめちゃめちゃすぐ折れてしまうボロボロなところを持っていたり、弱いって自分で思ってる人ほど真に強いものを持っていて、流されない凛としたものを持っている人とかっていうのもいらっしゃるわけですよね。ですから、自分はね、メンタルが弱いとかって思っている中でも、例えばこういうシーンは私はこんな風にしてきたとかね、こういうシーンではこういう決断ができてきたって言えば、それはそれで必ずしも全てが弱いわけではないし、強いと言っている人も強く見せているだけっていうこともあると思います。なので表裏一体なんですよね、どちらもどちらで。で、その中で、私が特にお伝えしているのが、中庸っていう言葉をよく伝えているうちの真ん中の状態ですね。弱いわけでもないし強いわけでもないっていう、この真ん中の状態でいるっていうのが、結構難しいんですけれども、私が求める自分のね、心の状態っていうのが中庸な状態です。フラットな状態でいれる、強く感情を動かされすぎて怒りに任せて動くようにもしないし、浮かれてね、楽しすぎて浮かれすぎて自分をね失って、羽目をね外しすぎて、でそれによってまたね、人を傷つけちゃったりとかっていうこともあったりとかっていうほどの両極端に振りすぎないっていう状態をなるべく保つようにしたいなというふうに思っているんですよね。だからそういう形にするとですね、なんていうんですかね、あまりこう大きなことがあっても動じにくくなります。いろんな側面から考える余地とかが出てくるので、なのでなかなかそうですね、私も一応女性ではあるんですが、女性の傾向として、感情の部分でかなり大きく揺れ動いたり、ブレ幅が大きい、イメージがあります。でそれも悪くないんです。全然悪くはないんですけれども、それによってご自身がね、二次災害的なものを被ったりとか、残念な目を見るっていうのもそれはそれで残念なので、強い弱いっていうのを どちらもありっていうことを認められる状態だから、私も一応外向きにはメンタル強いということにはなってますけど、当然弱くて折れる部分もあります。コンサルっていう仕事上、そのあまりにも弱い部分はクライアントさんには見せられないので、違うところでね泣いていたりとかすることとかもあります。なのでむしろ強い人っていうのは自分の弱さを認められる人なんじゃないのかなっていうふうに思っていたりもするぐらいです。だから自分がね弱いと思っている人もおそらく強い部分を持っているところは実はあると思いますし、強いと思っている人も弱い部分を持っているところはあると思います。それをどのみち自分できちんと認めて、そしてそういう自分であるんだっていうことから、いろんな考えをね起点にスタートすることができると、大概のことはねうまくいくんじゃないのかなというふうに私は思っております。皆さんはいかがでしょうか。ということで本日の高子録はこれにて。それでは。